ただいまより家庭用ホチキスで簡単取り付けできる壁掛けラック&シェルフと題し、有限会社ライフサーブ様による講演を行わせていただきます。それではご登壇いただきましょう。皆様拍手を持ってお迎えください。それではお願いいたします。皆様はじめまして、ライフサーブ代表の松丸と申します。今お手元にですね、カタログの方をちょっと配らさせていただきましたんで、そちらを拝見していただければと思います。であとですね、簡単な動画をちょっとご用意しましたので、最初にそちら2分間ぐらいですが、見ていただければと思います。ではよろしくお願いします。次にパワーポイントのデータ開いていただいていいですか。はい、じゃあ次、ごめんなさい、ページめくっていただいて。はい、私どもですね、今映像を見ていただいてお分かりかと思うんですけれども、自分のお気に入りのものが簡単に壁に飾れるということをコンセプトとしまして、ちょっと今までになかったような、壁掛けの家具になるかと思うんですが、そういうものを、製造販売している、メーカーになります。じゃあ次のページお願いします。で、特にですね、日本人の方が、お家をおしゃれにしたいなっていう時に一番ためらうのが、やはり石膏ボードという材質なんだと思います。
石膏ボードにですねよくある、ビスで留める家具をかけますと、まあ、ちょっと重たいものをかけるとだいたい石膏ボードが崩れ始めてしまってぐらついて最後家具が、落ちてしまう。で今度はその穴をまた埋めなければいけないというところがあると思うんですね。それを私どもはこの、壁美人という家庭用のこういう、お宅にあるホチキスを、使うことでその問題をすべてクリアした、取り付け方法を採用しております。では次のページお願いします。特にですねこの家庭用ホチキスというののメリットが一つはですね女性の方でも簡単に使えるということなんですね。で、この部分でも特に、女性の方からも ご好評をいただいております。では次お願いします。で次にですね、後で、私どものブースに来て実物見ていただければと思うんですが、このホチキス針というのがですね、だいたい太さが 0.5 ミリ程度ですので、例えばあちょっと場所変えたいなというところで外した時にももう50センチも離れると穴が分からなくなってしまうような感じなんですね。ですので、あえて穴が見つけれるのは取り外した本人だけで、例えば来客の方が見えたりとか、他の人であればまず見つけることは不可能だと思います。では次お願いします。それとですね最大のメリットが何しろこのホチキスの針というのが長さがだいたい10ミリ程度なんですね。で日本の、壁に使う石膏ボードの厚さが12ミリですから、針が下に貫通しないんですね。ということはもっと言うと下地がいらないんです。一般的に、壁掛けのテレビですとか何かを飾りたいときっていうのはお家を建てる段階でここに下地を入れてくださいっていう話をするか、まあ、もしくは表側から補強をするという形になると思うんですが、私どもの商品の場合はそういうことを一切求めずに、石膏ボードの中だけで、取り付けが完結しますので、お好きなところにお好きなものをお好きなように飾っていただける家具になります。では次のページお願いします。それでですねよくあるご質問なんですが、耐荷重どれぐらいなんですかっていう話なんですけれども、これは商品ごとに、設定荷重が違うんですが、一つ言えることはですね設定荷重の3倍から5倍は余裕を持って、設定していますんで、設定荷重1キロって書いてあるものも実は金物的には20キロぐらい持つようになっているものもございます。最大の特徴がホチキス針をとても、まあ、ある程度の本数打ち込みますので荷重が分散するので、壁が非常に壊れにくいということになります。では次のページお願いします。例えばですがサーフボード5キロ、まあ、大体サーフボードというと5キロから8キロぐらいなんですけれども、これをビス4本で、まあ、一般的なビスで止めるとビス1本あたり 1.25 キロの荷重がかかってしまうんですね。これが先ほどもお話ししたようにビス止めで壁に家具を飾るとこの荷重が石膏ボードを壊してしまう。で最後、ガタついて抜けてしまうというところなんですが、私どもの商品の場合、160本のホチキスの針を打ち込むんです。まあ、160キロと言ってもホチキス1回あたり足が2本出ますんで、回数的に80回押していただければ、壁に簡単に取り付けができる。でじゃあ80本って何分ぐらいかかるんですかっていうと、大体ですが 2,3 分で取り付けは完了します。で短時間に簡単にできて、なおかつですね針1本に当たる、荷重がですね 0.0031kg という非常に小さな数字になりますんで、まあ、多くの針で荷重を分散することで壁を壊さずになおかつしっかりと、飾りたいものが飾れるという、ことになります。では次のページお願いします。で各商品にはこの壁美人というホチキスで留める、特許を取った金物を採用しておりますので、この壁美人金物が一式付属しております。なおかつ私どもの商品には、壁美人でも、オリジナルのものを採用しておりますのでビス穴があります。これがですね、ホームセンターで売っている壁美人単体のものとは大きく違うんですね。もともとこの壁美人というのは新潟の若林製作所さんが、特許を取って販売している商品なんですが、ここに、私どもの方で家具の部分では、独占的にまず供給をいただいているというところと、若林さんの商品にはないビス穴も開いているということで、石膏ボードだけでなくコンクリートの壁、木の壁、材質問わず、取り付けすることができるという形になっております。はい、以上簡単でしたが、説明を終わりたいと思います。何かご質問がある方いれば、
挙手をいただければと思いますが、なかなかですねちょっとこう眉唾的な商品でもありまして、今日も午前中いろんな方ブースにお見えいただいたんですが、どうなってるの、大丈夫なのというお声が、まあ、どの展示会に行ってもそういうお話になるんです。なのでですね、もしよろしければこの後私どものブースに寄っていただいて、ぜひ実物をですねその目でご確認をいただいて、見ていただければなというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いをいたします。でちなみにですが、約2年半前からこの家具を作り始めまして、まあ、見ていただけたら分かる通り僕がもともとサーフィンをやっていたので、まあ、サーフボードラックから商品開発を始めたんですが、おかげさまでですね2年半で、昨年はサーフボードラックに関して言うと国内出荷済み販売数で日本一になりました。で多分ですねスケートボードスノーボードも今年は多分トップシェアになるんじゃないのかなと、まあ、量的にそんなに大きな、マーケットではないんですが、やはり日本でもおしゃれに壁を飾りたいという方がかなりいらっしゃることが、この2年間で、実感できましたので、ぜひそういう角度からもですね皆さんにもブースに足を運んでいただいて実物を見ていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。以上です。